この動画の初注意。ゆっくり朗読です。でも早口です。誤字脱字、読み間違いが多々あります。誤字脱字、読み間違いが本当に多々ありますので、テロップで確認してください。時折、現代では使われてないような表現が出てきます。以上、苦手な方はブラウザバックしてください。無人島に生きる16人、須川邦彦。無人島教室。今日の作業は、昨日宝島から持ってきた、勇気の中の、船底板に貼ってある、銅板を剥がす仕事であった。薄い銅板を、丁寧に釘を、抜いて剥ぎ取り、はがき2枚ぐらいの大きさの、銅板を、6枚こしらえた。勇気の中の、厚い板切れをより出して、これに銅板を釘で打ち付け、鉄釘の先を、尖らせたものを、ペンの代わりにして、この銅板に、パール、エンド、ハーミーズ賞、流水丸ナンパ、全員16名生存、救助校、明治32年6月21日、と、私が日本文で書き、また、同じ意味を、帰化人の小笠原に、英文で書かせた、この銅板の手紙流し文を、海に流そうというのだ。みんなで、天魔線を沖に漕ぎ出して、それを流した。銅の手紙よ、早く、どこかへついてくれ。誰かに拾われてくれ。頼むぞ、お前には、16人の、心を込めた願いがかけられているのだ。一枚、一枚、海に流すたびに、天魔線の上から見送りながら、みんな祈った。しかし、この流し文を配達してくれるのは、海流の郵便屋さんだ。いつ、どこへ配達してくれることか。流したところは、太平洋の真ん中で、横浜へも、アメリカのサンフランシスコへも、おおよそ 5000km は、ある。しかし、海水の続く限り、いつかどこかへ、流れ着くに違いない。風も手伝って、吹き送ってくれるだろう。流し文に、みんなは、切なる希望をつないだ。銅板の手紙は、お昼頃に流した。午後の学科の時間に、私は、なぜ船底に、銅板を張るか、という話を、した。陸の人の、ちょっと気のつかない線の底、線の、海水に浸かっている部分、には、海藻類や貝類がくっつく。それがだんだんに成長して、船底一面になって、船底板が見えなくなってしまう。ちょうど、地面に雑草や苔が一面に、生えて、チワダが見えなくなるのと同じだ。こうなるとすべすべした線の、底板が、ひどくザラザラになって、滑らなくなるから、線の速力が出なくなる。保線も困るが、汽船では、よほどたくさん石炭を、炊かなければ、船底がすべすべしている時のように、走れなくなる。汽船だと、またこの上に、染色虫という虫が、船底の基板を食って小さな穴を開け、その中に住むようになる。そして、船底一面に穴を開けて、ホウノスカ、海綿のようにしてしまう。これは、恐ろしいことで、線の中へ海水が入ってくるばかりか、嵐の時、荒波と戦っていた線が、虫食のために船底が壊れて、沈没したこともある。昔西洋で、軍艦が汽船であった時代には、敵の大砲の弾丸よりも、染色虫の方が恐ろしい、とさえ、言われたのだ。それで、この染色虫を、防ぐのには、どうしたらいいか。これには、大昔から随分長い間汽船に、乗る人たちは苦心したものだ。西洋では、2000年の昔、汽船の底を、薄い鉛の板で包んだ。こうすれば、虫は穴を開けないが、海藻や貝のつくのは防げない。後に英国海軍では、軍艦の底を、鉛の板で包むことをやめてしまった。それは、鉛の板で包むと鉄の、釘や、鍛冶の金物が、腐ったようにひどくボロボロになってしまうからだ。そして、今から180年ほど、前、英国で、一隻の木造軍艦の、底を、銅の板で包んで試験を、したところ、月日が経っても、速力が少しも減らない。これは素敵だと大喜び。それから木の線は、みんな、銅の薄い板で底を、包むことになったのだ。今日では、銅の他に、黄銅でも包んでいる。銅の板には、
虫が穴を開けない。そして、やはり海藻や貝は、くっついて成長する。けれども銅と海水が化合して、銅の板の表面に、硫酸銅や、炭酸銅という、かさぶたのようなものができる。さてこのかさぶたが、だんだん大きくなると、線が走るとき、水が船底にぶつかる勢いで、かさぶたを、ポロリと剥がしてしまうのだ。そして、かさぶたの表面に成長した、海藻や貝が、かさぶたと一緒に落ちて、新しい、すべすべした銅の表面が現れるので、線の速力が遅くならないのだ。今では、各国とも、汽船の底は、銅か黄銅の板で包まなければいけない、という規則ができている。染色中のことは、漁業長から、話があるから、よく聞くように、何か質問があるか。朝の練習生は、立って質問した。鉄の板で、汽船の船底を、包んでは、いけませんか。それもいい。だが、線が重くなる。染色中は、防げるが、海藻や貝は、たくさんつく。そして、銅のように、自然に剥げて落ちない。だから、鉄や鋼の線も、これに箱まっている。時々造船所のドックに、線を入れて、船底についたものを、きれいに書き落として、鉄の錆びないペンキと、海藻や貝を防ぐ、特別のペンキを塗るのだ。鉄線や鋼線の底が赤いのは、このペンキが塗ってあるからだ。秋田練習も、質問した。汽船の底に塗って、虫や海藻などを防ぐことのできるペンキは、ないのですか？鉄線、鋼線の底に塗るペンキでも、完全に、海藻や貝を、防ぐことはできない。まして気に塗ったり、染み込ませたりして、完全に虫や海藻などを防ぐペンキや、薬は、まだ世界に発明されていない。どうだ、勉強して発明してみないか。はぁ、やります。会員の川口は、他に、汽船の底を、包むものはありませんか。木の板で包むこともある。つまり、二重針の板底にするのだ。こうすると、外側の板は虫が食うが、内側の板までは食わない。しかし、時々、外側の板を、張り替えなければならない。次には、漁業長が、染色虫の話を、した。染色虫と一口に言うが、種類は多い。大体三つに分けて話を、しよう。まず、海の中の木材や、木の船底を、やたらに食って穴を開ける、キクイムシ。これは、長さ3、4ミリぐらいで、わらじ虫のような形を、している。次にもう一つ、同じような形で、少し大きい、キクイモドキは、長さ6ミリぐらい。二つともそれぞれ種類が、多く、寒い海、暑い海、世界中の海にいて、木や板に群がって、穴を開けて住み込み、硬い木を、まるで海綿のようにしてしまう。海中の白木のような、害虫だ。三番目のは、船食い虫。これは、ミミズのような長い虫で、はじめは小さい虫で、木や板の表面に取り付き、穴を開けて住み込む。だんだん大きく長くなるにつれて、穴を深く大きくして、しまいには、30センチぐらいにもなり、もっと長くなるのもある。今では、汽船の船底に、銅の薄い板を張って、これらの虫を、防ぐことができるからいいが、銅板を張らない汽船の底へ、出口のないトンネルのような深い穴を、レンコンの切り口のように、船底一面に開けられては、どんな線でもたまらない。まったく、汽船にとっては、恐ろしい虫だ。また、船底につく海藻は、青さ、海苔の類が多い。貝では、カキ、亀の手、エボシ貝、フジツボなどで、フジツボが、普通一番たくさんにつく。フジツボは、富士山のような形を、した貝で、直径5センチ、高さ5センチぐらいの大きなものもある。これが、船底一面につくのだ。このフジツボは、主人である虫が死んでも、殻だけは船底についている。この殻かになった殻の中に、魚やカニなどの小さな子供が入り込んで、船に運ばれて、遠くへ旅行することがある。それで、大西洋の魚が、太平洋へ、来たりするのだ。大昔、西洋人は、フジツボは、船の進行を、止める魔物だ。と言った。それは、船長も言われたように、この貝がたくさん船底につくと、船の速力が出なくなるからだ。テントの中で、勇気の丸太に腰掛けて、
熱心に話を聞く裸の生徒、空箱の椅子に腰を下ろして教える裸の先生、机も黒板も紙も鉛筆も何にもない無人島教室に、こうした学科が進んでいった。